皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月、続きをやっていきたいと思います。今回は天魔の雪の課題出撃ですね。早速向かっていきましょう。課題、聖母の戦い。女神の啓示を受けるために一行は聖母へと向かう。ガルグマグの地下深く、限られたものしか知らないというその場所で、彼らは思いもよらない真実を目の当たりにすると。聖母の戦い。主の啓示か。かの有名な孤児にまさか自分たちが立ち会うことになるとは。そういえば聖母には大司教様も同行すると聞いた。万が一のことがあればフォドラの一大事、何としてもお守りしなければ。あくまでこれは俺の試験だが、そう気をもむ必要はないんじゃないか。レア様は自分の身くらいは守れるとおっしゃっていたそうだが、それは真実だろう。不思議に思っていたんだ。あの方の仕草はどこか歴戦の強者を思わせるような。何者でしょうね。っていうか本当に年齢がわからん、そもそも。さあな、俺の勘違いということもある。気を引き締めて臨むべきかもしれない。まさか僕たちが啓示を受ける儀式に立ち会えるなんて思ってもみませんでした。どんな儀式なんでしょう。緊張するわ。はあ、ちょっと心の準備がまだ。万が一の事態でもない限り戦闘は起こらないのだろう。退屈極まりないな。またまたそういうことを言ってると決まって何か起こるもんだぜ、フェリックス。あれ、どうしたのフレン。難しい顔しちゃって。いえ、何でもありませんわ。しっかり見届けましょうね、皆さん。殿下、今回の課題でも俺が必ずお守りします。殿下。この間から様子が変ですね。あまり眠れていないだけだ。少し頭は痛むが心配はいらない。さあ、そろそろレア様がいらっしゃる頃だ。みんな気を引き締めて儀式に臨もう。驚きましたか。ここが聖母です。すごいな、これほど広大な空間が大修道院の地下に。地下へと降りるための巨大な仕掛け、あれは何の力で動いていたんだろうな。ここはかつて世界を作った女神とその眷属たちが眠る墓所。この玉座は我らが主女神ソティスが座したものと伝わっています。この玉座に見覚えがありますか。あるあるある。本当に本当にこの日を待ちわびました。玉座に座りなさい。必ずや女神の啓示があるでしょう。どうです、何か。あと一歩のところまで来ているはず。一体何が足りないと。あ、結局啓示はなかったんだね。っていうかソティスは融合しちゃったからね。誰だ。全員動くな。動けば命はないぞ。誰これ。メトジェイとか、こいつ初だよね。ここまでの案内実にご苦労。聖母にあるものは帝国軍が全ていただく。なぜ帝国軍がここに。嘘でしょ。ガルグマクの中にどうやって。ミロ、どうやら遠征までお出ましみたいだぜ。つまりは遠征と帝国はつながっていたということか。面白い。ここで貴様と再びまみえるとはな。
何をしに来た炎帝。知ればこと、聖母には力が眠る。このフォドラを滑るための力がな。そのために死者の安楽も聖者の信仰も何もかも踏みにじるのか。貴様らがかつてダスカーでそうしたように。知ったことではないな。迅速に紋章石を回収せよ。抵抗する者は殺して構わぬ。無礼な、神聖な墓地を踏み荒らした罪はその命をもってあがなってもらいます。主にあだなす逆とどもを滅ぼすのです。敵将の撃破、敗北は味方の全滅。帝国の暴挙を決して許してはなりません。ハントどもを討ち、聖母を守りなさい。紋章石は棺の中だ。片っ端からこじ開けていけ。聖母が暴かれるなどあってはならぬこと。一つでも多くの紋章石を守るのです。紋章石を敵から守りましょう。奪われた場合は撃破すれば取り返せます。守った紋章石の数に応じて報酬を獲得できます。この外道どもが墓を暴き、死者を恥ずかしめて何になる。紋章石ってそもそも何、そんないっぱいあんの。敵の配置を見ますか。ちょっと拡大しよう。あ、魔獣もいるね。てか魔獣も入り込んでんの。なんかガルグマグのさ警備体制マジでどうなってんの。多分これが墓だよね。聖母侵入不可、紋章石が収められていると。散るか、今日左右に散るか。ディミトリって切り込むか。投げやりで攻撃できるか。ショートスピア倒せるは倒せるね。気は抜けない。フレンがいます。レベルアップ。まだ上を目指さなくては。めっちゃ上がったな。でシルバーの右行けますよ。行っていこう。鋼倒せるね。なめるなよ。ま、こんなもんだろ。あ、そっか、再動できんのか。じゃあで、あの、いけます。ちゃんは特にって感じだな。応援しよう。全然応援使ってなかった。ありがとうございます。力プラス4って結構だよね。はい、出ます。で、銀槍。斧は無理でしょう。斧は無理だね、さすがに。銀槍でいこう。銀槍兵だもんね。銀槍兵あり。これだけ頑張ってくれる。無事に勝てましたか。かなり心強い。まあ、いっか。そしたらここで排除していこう。魔獣がいるからな。こいつはメットジェイ、毒の剣とか。炎帝、炎帝って斧なんだ。斧持ってるよ。さて、じゃあ週は頑張ります。護衛役としてこっち、フェリックス、いや、どうする。ルーをちょっとこっちの方にやるか。魔法食らったらちょっとドゥドゥやべえからな。こっちに来ると魔法の、そうだよね、餌食になるよね。どこが侵入不可だかちょっとわかんねえな。ここは侵入不可でしょ。ってことはこうやっていかなきゃいけないんだな。いや、だったらメルセデスちゃん、てかメルセデスちゃんと焦らず戦おう。俺一緒に行動したいんだよな。あ、こっち、一緒に。いけるわ。出るぞ。フェリックスこっちから行くか。よし、これで一旦 OK。
終わりなのですか。強い、ヒンクリットちゃんマジで強い。調子が悪かったか。殿下のためだ。ドゥルーでさえ機械を諦めろ。まあ、ウォーリアだからね、完全なる重装ではないか。調子悪いこいつら。ガイナスものは覗くだけだ。うわ、紋章石呼ばれた。それでよい、紋章石は根こそぎ奪え。もうおやめなさい。あなたたちはその石を何だと思っているのです。あれ、レア様奪った。いた。紋章石を奪った敵は撤退を始めました。結構遠くまで行かなきゃダメだね。策はある。とりあえず敵全員殲滅すればいいだけじゃん。こっからは足を引いたな。そこだ。まあ、クリティカル出たけど。僕だって戦える。なんかちょっと何なのみんな。これここに行けねえや。じゃあここアネットちゃん案件だな。ちょっと魔獣の餌食になりそうだけど。ちょっとウィンドから行こう。ウィンドで倒せるんだったら。絶対負けない。130とか。あ、そう、アネットちゃんちょっと上級職のなんだっけ、メイジだっけになりました。でフェリックスをちょっとこっちへやって、リングリットちゃんは敵の数を減らそう。まあ、魔獣も攻撃しておきたいけど。受けてみなさい。無事に勝てましたか。そもそも再移動ができるかな。そういえば一回下がろう。下がって魔獣を相手しよう。この3人で右側は完全にシルバー1人になっちゃってんな。どいてもらうぞ。めっちゃ出る。運がなかったな。で、紋章石はちょっと輸送隊に送る。馬系結構使いやすいね。サイドが何気にでかい。で、俺こっからさ魔法がいけんじゃないか。まあ天帝の派遣もいけるけど、魔法でいけんだったら魔法で倒そう。これでいいだろう。魔法は武器を消耗しないっていうところがいいな。魔獣もこっちに来るだろうから、狙われんな。いいか。で、やべ、回復薬がちょっとウォーロックだった。明治じゃなかった。うん、強くなれたみたい。さて、メルセデスちゃん、あれ、計略は回復系だったっけ。ドゥドゥがね結構広いんだよ、計略の範囲が。魔獣を始末しよう。仕掛けるぞ。回復系だからな。シルバン、ちょっとこっち行こう。計略。
経歴一マスか。じゃあなんか普通の攻撃でも良くないか。今混乱してるからね。いや奥の方が破壊できないなこれ。まあいっか。あ、ピンクが来た。間違えた。めっちゃ光ってる。剣 A プラス。剣術身についてきたみたいだな。あ、これカトリーヌか。で、混乱してるからほっといてもいいかな。あれ、でも回復しちゃうんだっけ。当然の結果ってやつだな。なんかすげえ上がるときとさ、全然上がんないときや。こっちへ再移動しよう。ちょ、ファイヤーが、え、ファイヤー射程3になってんだけど。いや、もう倒そう。よいしょ。で、こっち側これ買ってんだよね。とにかくアネットちゃんなんか回復したい気がするんだけどな。倒しきるか。計略ここで一気に。ファイヤ広いんだけど、何これ。助けるよ。フェリックスも前進しよう。もう魔獣はいないか。時期にはなりたくないかな。まずこの弓兵を確実に排除しよう。気は抜けない。アッシュいけるか。弓対弓いけるね。結構かかる。で11。喜んでる暇はない。じゃあこっち行こう。攻め込む。鉄尾のいける。恨まないでください。
近づけんな。ちょっと足並みを合わせていこう。でこいつ手やりでいこう。逃がしはせん。さて次に行くか。ダッシュ完了。てか紋章石見てみよう。異なる紋章が刻まれている。どういうこと。あれ送んなかったっけ今。あいつすっげえからシルバン。めっちゃ狙撃してくんな。3から撃ってくんのか。しゃあない、まあ、食らわないけどね。そう食らわない戦闘ってさ技能値が上がるからいいんだよね。すげえ。まこんなもんだ。いいな。こいつも倒せる。せい手やり系鍛えた方がいいのかな。基本的に手やり系って命中率が低いんだけど別にそんなことない。当たる。なめるなよ。さて次に行くか。今回シルバンだいぶ無双してるな。あいつシルバンに任せよう。じゃあこれどっから上がってくのこれ。ちょっと待って地形を把握しとかないと。えこれさ、これ上がっていかないといけなくね。こっち来ちゃったけど。そういうこと。いけねえんだけど。めんどくせえな。あここに敵がいた。フェリックス全く戦ってない今回。そうアッシュもねなんかアーチャーだからね弓の射程が1伸びてんだよね。これならどうだ。僕だって戦える。兵士マスターまであと10しています。あと5か。戦闘回数的にはちょっとこれで1回いいかな。どりゃ耳は外からやってくるな。メルセデスちゃんいけっかな。いけるんだったら倒す。気を抜いちゃダメよね。シルバーを回復したいけどそれは次のターンでいいでしょう。あらあら。あミカミックスで回復できればライブどれくらい回復するのね。よっいやすいません。14まあまあか。ハートが出るのがなんか嫌だな。ディミトリーもなちょっと減ってるからな。来るか。ここも来るか。ちょっとギリギリのところでこいつをおとりにして引き寄せよう。あと動いてなかったで。あシルバンか。こいつ魔法系だからな。来た。抵抗するやつは殺していいとさ。さてどう調理してやろうか。締めてやれ。何にも当たらないんだけど。威力ゼロ命中ゼロ必殺ゼロ。プリーストをマスターした。祈り。もうすっかり覚えましたわよ。で、メカミックスはこっちがいけるか。銀剣。余裕だな。加減すべきだ。死
超上がんだけど。一歩前進かな。一歩どころじゃねえよ。で、こいつどうするか、そもそもさ、レベル22って低くねえか、メット J。弱い。あ、弓反撃してくるんだ。え、何使ってんの毒の剣って。ダメージ食らわないけどね。あ、反撃できねえのか。どうしようかな。魔法で行ってみる。倒せる、強え。当てって言ったの、強え。やめろ、やめてくれ。俺はあいつの命令に従っただけ。完全に怖くともセリフだな。何にもくんない。炎帝は動かない系かな。とあれば一気に包囲していくか。フェリックス、今回一回も戦ってない気がする。だね。で、鋼の斧ってことはさ、まず遠距離で例によって、あ、応援しよう。で、アッシュ助かります。で、アッシュで一回銀弓を使って攻撃する。え、食らうんだけど、なんで。必殺がゼロだから事故ることはまずない。邪魔をするか、命がけだぞ。えい。暴撃、はい、ここだ。あれか、どこの範囲からでも反撃できるっていう、そういうずるいやつか。攻撃するだけですげえ経験値点に入ったんだけど。この調子で頑張りますね。魔力とこいつ守備が低すぎるんだよね、本当に。じゃあ最後ディミトリで決めますか、せっかくだから。忘れたとは言わせない。ダスカーで何人が死んだと思っている。同じ言葉を繰り返して何になる。黙して戦え、こううるさき者よ。己の踏みにじったものから、そうして目を背けるつもりか。けどが、貴様は獣畜生にも劣る。フレットで曲がった。まだ上を目指さなくては。守備が弱すぎるな。魔法防御はめちゃくちゃ高いけど。こんなことがあるか。跳ね落として帝都の門に晒してやる。させるか。すべての紋章石を守り抜きました。錆びた弓。お、知識の宝珠。錆びた系はね、なんか鍛えると結構強いものになるらしいけど、まだ指導レベルが足りなくて鍛えられないんだよね。上級試験パスもゲットした。これいいよね、技能の成長を促す宝珠。シルバンは確かに頑張った。
様の首をねじ切る前に一つ聞かねばならないことがある。私の邪魔をしないで。貴様に口を開く許可を与えたつもりはない。俺の質問にだけ簡潔に答えろ。エンテ、いや、エーデルガルド、なぜあんな惨劇を引き起こした？自分の母親を殺しておきながら何一つ顧みることはなかったのか？言ったはずよ、私の知ったことではないと。そうか、畜生と言葉を交わそうなどと考えた俺が愚かだったな。陛下、今のうちに増票風情が。キューベルト、どこへ逃げようとも、セイロス正教会が総力を挙げて必ずあなたを捕らえます。あなたはこの聖母を汚し、主を貶め、同胞たちを辱めたのです。その罪はたとえ煉獄の炎で焼かれようと、全ての血を流し尽くそうと消えません。上に戻り、今後の方針を立てましょう。うん、大丈夫か。仕留められなかった。殿下、エーデルガルト、殺す。俺の手で必ず。さあ先生、大修道院に戻ろう。俺たちは俺たちのなすべきことを果たさなければ。ようやく本当の顔を見せたな。奴はかつて俺が見たあいつと同じ、殺しと血を好む獣の顔を。違うわ、きっと何かどうしようもない事情があったのよ。あいつが4年前の事件をずっと引きずってるのは分かってたさ。仇を討ちたがるのもまあ分かる。目の前で家族も仲間も皆殺しにされたんだけど、本当にそれだけだと思うか？そうよね、ディミトリがおかしくなったのは遠征の仮面が外れてから。あの二人もしかして何か関係があるんでしょうか？教団はコドラを支配せんとする欲望のために教義を利用し、人々を欺いてきた。かつて帝国を分裂させて王国を作り、王国を分裂させて同盟を生んだのもそうだ。それらは全て人々を争わせ、民の安寧を脅かすことで己の権勢を保つためだった。女神に救いを求める人々の信仰心を利用し、金をかき集め税を尽くす偽善者たち、彼らはフォドラを導くことなどできない。そんな信仰は打ち砕かれるべきだ。故に私は決断した。アドラステア皇帝エーデルガルト・フォン・フレスベルグの名において、ここにセイロス教団との開戦を宣言する。信じられん事態だ。状況を整理しよう。君たちが聖母から戻った後、アドラステア帝国がセイロス正教会と我らに味方する諸侯に対して宣戦した。宣戦布告ですね。エーデルガルトは父王を退位させると自らが皇帝になったのだ。彼女はセイロス正教会こそがこの世の悪だとして民衆に呼びかけているらしい。偵察にやっている騎士が帰還次第、大司教を交えて対応を協議する予定だ。それまでに君は生徒たちが動揺せぬよう見ていてやってくれ。先生、帝国が教団に宣戦したと聞いた。ま、遅かれ早かれこういう日が来るのは分かってた気もするな。私たちどうなっちゃうんでしょうか？うん、今は続報を待ちましょう。そう楽観的ではいられません。怒られちゃった。王国に侵攻が及ぶ可能性は十分あります。おい、落ち着けってイングリッド。
この状況で俺たちに何ができるってんだ。僕たちがむやみに動いて状況を悪化させるわけにもいきませんからね。やはり状況が判明し次第、一刻も早くフェルディアに戻らねば。殿下。はい、というところで、まあ2月でだいぶ物語が動き出して3月で、まあ、一旦区切りがついて次の章と、いった感じですかね。とりあえずエーテルガルトの学級のみんながどうなったのか気になる。まあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。